皆さんこんにちは。いつも女性の気を引こうといろいろ言葉を選んでいるのに、彼女は全く振り向いてくれない。なんなら自分の想定とは違う方向に話が転がっていってしまう。おかしいな。結局どんな言葉を選べば俺は女性の心をつかめるんだ。今日はそんな女性の心を一発でつかめる魔法の一言についてご紹介していきたいと思います。そうだねという4文字こそ女性が求める最適解。ほとんどの女性が会話相手に求めるのは共感であって正論ではない。日頃気になる女性と話をするときに、あなたはまず何を注意して彼女と会話していますか？答えは人それぞれだと思いますが、ここで多くの男性が陥りがちな罠があります。それは悩みなどを打ち明ける女性に対して解決案を提案することでかえって悪印象を与えてしまうという点です。女性との交際経験が少ない男性ほどこういった正論を振りかざしてしまいがちです。会話に答えを求めがちな男性の価値観とは大きく異なり、女性は会話にひたすら共感を求めています。もしも相手の女性のことを思って丁寧に相手の話の解決方法を考えていた方は、そのせいでかえって女性から嫌われてしまっている可能性があります。明日からは女性の話に対して正論を返したくなるのをぐっと我慢して、一緒に彼女とうなずくようにしましょう。女性に対して共感を示す効果的な言葉。では具体的にあなたが女性と会話をするときに、どうすれば彼女が好印象を抱くような共感を示せると思いますか？いろいろな声が聞こえてきそうですね。ですがまずはシンプルに、そうだねというところから始めましょう。え、そんな雑でいいの？と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。でも最初はそれで十分です。なぜなら女性が特別親しいわけでもない男性に自分のことを話す場合、単に話を聞いてほしくて仕方がない状態である場合がほとんどだからです。ただしあまりに単調な相槌だけだと、ちゃんと話聞いてくれてるのかなという気持ちになってしまいます。なので時々でいいので、何々すると確かにしんどいよねなどと相手の話を簡潔にまとめつつ同意を示すようにしましょう。褒め言葉はすごいねより、何々だからすごいね。女性を喜ばせる褒め言葉。女性はみんな自分は他とは違う特別な女性と思う一方で、本当の自分に対して不安を抱えています。そのため自分を肯定してその不安を解消してくれる男性に対して好感を抱きやすいというお話は皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんね。でもただ褒めればいいというわけではありません。重要なのは褒めたという事実そのものではなく褒め方です。女性をどのように褒めたかによって、その女性のあなたに対する印象が変わってくるのです。あなたはいつも女性を褒めるとき、どんな褒め方をしていますか？ここからは女性を喜ばせられる簡単な褒め方についてお話ししていきます。具体的に女性を褒める言葉。では実際に女性の心をつかんであなたを男性として意識させる褒め言葉はどんなものでしょうか？もちろん褒める相手や状況によって褒めるべき部分が変わるので決まり文句はありませんが、唯一の最適解を挙げるなら相手が気を配っている部分を的確に褒める言葉です。例えば、今日の服色白な〇〇ちゃんに似合ってるねとか、〇〇ちゃんは何々してるんだ、ずっと続けてるなんてすごいねとかです。これが単に〇〇ちゃんは可愛いねとか、〇〇ちゃんはすごいねだと女性としては言われ慣れているので心に響きません。ですが女性が意識して密かなこだわりを持っていることに言及した上でその部分を褒めれば、その女性はあなたのことを、私のことをよく見てくれてるし理解もしてくれてると感じます。さてここで先ほどのお話を思い出したあなたは自信を持ってください。そう、女性は自分を肯定してくれる人を探していると同時に自分に共感してくれる人も求めています。つまり女性の意識している部分をあなたが具体的に褒めるということは、女性の承認欲求を満たすことだけでなく女性に対する共感も示すことにつながるのです。まさしく一挙両得。これからはあなたも女性のこだわりを探してそれを積極的に褒め言葉として伝えましょう。女性はみんなお姫様。
シンデレラのための魔法の言葉。忙しい日常で女性が女の子に戻れる言葉。女性はどれだけ仕事ができるようになっても年を取っても心のどこかでお姫様扱いされることに憧れてしまいます。例えばあなたと一緒の職場で働く彼女も普段はあなたの同僚や先輩、後輩という役割ですが、ふとした瞬間に女性扱いされるとそれだけでとても嬉しくなるものです。女性はいくつになっても女の子。ここからは具体的にいくつかのセリフを紹介させていただきます。大丈夫だ、俺が何とかしてあげるからさ、という女性を守る言葉。どんなに優秀でしっかりした印象のある女性も、やはり頼りがいのある男性が自分のことを大切に守ってくれると胸が高ぶるものです。いきなり君をずっと守るよなんて言えたらいいですが、そんな言葉を気軽に使える状況は職場などで過ごす日常生活ではなかなか来ないので、上のような言葉を使ってみましょう。心のどこかで失敗したらどうしようという不安を感じている女性を安心させてあげるだけでなく、この人は私のために苦労を惜しまずそう言ってくれてるんだという印象を与えることができますよ。そういう放っておけないところも魅力的だね、という欠点ごと受け入れる言葉。先ほどお話ししましたが、女性は自分を特別と思いつつも自分の欠点に不安を抱き続けている複雑な生き物です。時には不安で頭がいっぱいになって精神的に不安定になってしまうこともたくさんあります。だけどそんな女性の欠点をしっかりと理解した上で、そこも含めて評価する言葉を使うことができれば、その女性はあなたにすぐさま心を開きたくなるに違いありません。女性が隠そうとしているコンプレックスをしっかりと理解した上で受け入れる、その姿勢を女性に対して言葉にすることで、あ、この人なら長く付き合ってお互いのことを知った状態でも私のことを受け入れてくれるかも、という気持ちにさせることができます。〇〇ちゃんは他の子と違うよね、という女性を特別扱いする言葉。これも繰り返しになりますが、女性は心のどこかで自分は他の女性と違って特別だという気持ちを持っています。その承認欲求をストレートに満たしてくれる言葉が他の子とは違うよね、という言葉です。ただここまでだと女性もある程度言われ慣れていることもあり、あまり心に引っかからないこともあると思います。そこでこれも具体的に、〇〇ちゃんは何々のところが他の子と違うよね、と女性の具体的な特徴を含めた形で褒めてあげましょう。そうするとその女性は、やっぱりこの人は私のことをしっかり見てくれた上で他の女性と違うって言ってくれてる、とあなたに好印象を抱きます。女性は自分は特別なんだという気持ちに共感しつつ、自分の細かいこだわりまでしっかりと見てくれている男性をいつも求めています。あなたがそうした男性であることを示すためにも、相手の女性が他の女性と違うところを普段からしっかりと把握して言葉にして彼女を満たしてあげましょう。いかがでしたか？お話ししてきたように女性に有効な魔法の言葉は共通した女性特有の心理とそれぞれ密接に関わってきます。ただ褒めればいいんだろとか特別扱いしたらいいんだろという漠然とした表面上の言葉では女性の心に届きません。皆さんも今日の放送を聞いて女性の心をつかむための一言は、言葉そのものよりも相手の女性の気持ちを理解する姿勢の方が大切だと感じたのではないでしょうか。もしも相手の気持ちを理解するために普段他にも女性によく使う言葉があるよという方はぜひコメントくださいね。重要なのは飾った言葉でも長い言葉でもなければ真摯に紡がれた正論でもありません。女性は基本的に共感を求め、肯定と特別扱いをしてくれる男性を求めています。そこであなたが女性にとっての一番になるためには、とにかく深いところまで女性を知った上で丸ごと彼女を受け入れて肯定してあげるのが一番です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。